の勉強系の資料とか記録とかを入れているものをこんな感じでなんかカードみたいな感じにして計画作ってました。できなかったものが絶対生じるのでスヌーピーロードと名付けていたものなんですけど、皆さんこんにちは、みおりんです。ちょっと風邪声で聞き苦しかったらすいません。もうちょっとで治りそうなんですけど、ちょっとまだ鼻声して病み上がりで申し訳ないです。今日はですね、モチベーションアップ企画ということで、皆さんの勉強のモチベーションを上げていきたいと思います。これまでも勉強モチベーションの上げ方、やる気の上げ方のコツみたいな動画をたくさん出してきたので、そちらも合わせて見ていただければと思うんですが、今回はそういうこのモチベーションを上げる方法みたいなことではなくって、実際に私が大学受験生時代とかに使っていた資料とか勉強のノートとかをお見せして、あ、なんかみおりんも頑張ってたっぽいから自分も頑張ってやってもいいかなみたいな気持ちになっていただけたらなと思ってご紹介しようと思います。簡単に私の経緯をお話しすると、私は地方の県立高校に通っていたんですけど、現役の時は本当に東大の E 判定とか、よくて D 判定みたいな感じで全然東大合格圏じゃなくって、案の定高3の時にはすごい大差で東大の文化三類というところ不合格になってしまったんですが、1年間浪人して、で浪人も予備校とかに通わずに自宅浪人で独学ですね、勉強して、なんとかこういろいろ試行錯誤しながら泥臭く頑張って合格を勝ち取ったっていうような流れなので、ちょっとなんかその辺も私でも頑張れたので皆さんも絶対頑張れると思うんですけど、ちょっと頑張ってた頃のものをお見せして、こうちょっと刺激にしていただけたらなと思います。ということで早速お見せします。ちょっとどれをねお見せしようかまだ迷ってるんですけど、まずこれをご紹介しようと思っています。これは何かと言いますと、100均で購入した書類ケースにいろいろ私の勉強系の資料とか記録とかを入れているものです。そう、これね多分わかんないと思うんですけど、これなんだよって感じだと思うんですけど、もともとこれはドリームって書いてたんですね、シールで。なんだけどちょっと使っていくうちにこの辺取れちゃって、今ちょっとなんだこれ、いい夢しかないんですけど、ドリーム、要は夢を叶えるぞみたいな気持ちで作っていた書類ケースです。スヌーピーのステッカーはね、スヌーピー好きなので自分で貼ったんですけど、でここにも手拍子というか、このラベルのところにもドリームと書いてあると思うんですけど、こんな感じで作ってました。余談ですけど、私中学生ぐらいの頃から、この文字のシール、アルファベットとかひらがなとかのシールがすごい好きで、結構ね、多用する癖がありました。ではちょっと中身をご紹介したいと思います。まず最初に一番上に撮ったのがこれですね。これちょっとちょこちょこ動画とか書籍の中でもご紹介していると思いますが、これは私の浪人時代の手帳です。普通のスケジュール帳なんですけど、スケジュールのところは普通にやったこととか、その日の用事とかを書いてたんですけど、ウィークリーページですね。がこんな感じで毎日の勉強時間を記録するページとして使っていました。これもね、何度かご紹介しているので見たことあるよという人もいると思いますが、これはですね、もともとどういうページだったかと言いますと、こんな感じでただ横の線だけが引いてある、ウィークリーっていうか全部の日が書いてあるような見開きのページに縦線を自分で書いて、それでこんな風にしていました。でよく見ると教科ごとの勉強時間と合計の勉強時間ですねを記録できるようにしてあります。色を毎日変えてるのはただちょっとなんかカラフルな方が気持ち上がるかなと思って、その時の好きな色で書いていたという感じです。これ分かる通りに私勉強してない日っていうのは結構あるんですよねちゃんとやれよってなるんですけど、ちなみに私の1年間の勉強時間は結構浪人生で東大を目指す方の中だと多分相当短くって、っていうのが私体がそ悪くって長時間勉強すると次の日も起き上がれなくなっちゃうぐらい体中が痛くなってしまうんですね。なので本当に限られた時間でしか勉強できなかったんですが、こんな感じで記録をつけることでモチベーションを高めていました。お見せできるページがね、どこどこ行ったとかになっちゃうと場所がねバレちゃうのでちょっとお見せできるところが少なくて申し訳ないんですけど、一時期はこんな感じで月の目標とかも書いたりしてました。ただちょっとこの辺はね途中から頓挫しちゃった感じではあるんですけど、ちょっとこういうね工夫とかもしていたような手帳です。で続いてちょっとこれなんだかわかんないと思うんですけど、これは包装紙なんですよね、もともと。でそれを自分でブックカバーにして
で、エル気が出ない参考書にかけていたものですね。私結構表紙とかが無機質で自分の好みに合わなかったりすると、なんかその参考書やりたくないっていうなんか思っちゃう、結構直感型というか気分屋というかだったんですけど、こういう自分の好きな可愛いカバーをかけることでモチベーションを上げていました。あとこれですね、これあんまり出してないんですけど、これなんだと思いますか？私の今まで考えてきた勉強法の中でも、1位2位を争うぐらいくだらない勉強法なので、あんまり紹介をしないんですけど、こちらですね、スヌーピーロードと私が名付けていたものなんですけど、見ていただくと2時間で1マスかなになっていて、その2時間勉強したら1マス塗りつぶす代わりに、デコラッシュってわかりますかね、修正テープみたいな形でこうキャラクターとかの模様とかが出てくるようなテープがあると思うんですけど、それをスヌーピーのやつを持っていて、でスヌーピーが大好きなんですけど、それでその勉強すればするほど、勉強すればするほどだって、スヌーピー好きすぎるだろう勉強すればするほどスヌーピーに会えるみたいな意味で作っているスヌーピーロード、これ普通にノートを切り取って方眼のつなげたものなんですけど、なんでこんなことしようと思ったかっていうと、私はですね、これは今でも思ってるんですが、その勉強を頑張るには、その自分がどれぐらい頑張ったかっていうのを見える化すること、可視化することが大事だと思ったんですね。私こんなに頑張ってるっていうのが目に見える形になれば頑張れるって思ったんですね。で、じゃあそれをどうやって表現しようって思った時に、ああいう風に勉強記録をつけるのももちろん一つなんですが、自分の部屋の中に勉強すればするほどなんか万里の長城みたいなこう道が築かれていったら、東大にちゃんと道が続いてる感じっていうか、こうイメージも上がってモチベーションも上がるんじゃないかみたいな、なんか謎のことを考えまして、世界史勉強しすぎて頭がおかしくなっちゃったのかもしれないんですけど、そう、それでなんか家の中に、部屋の中に万里の長城的な道を作りたいって思って、結局ここで挫折するっていうこれがですね、ここ挫折した日ですね。11月29日までにこの辺まで行きたいって目標を書いていたんですけど、結局11月の24日にてさようならという感じになってるんですけど、まあ、なのでこんな感じで、いろんななんか自分はどうやったらモチベーション上がるだろうかっていうのを、なんかほんとバカみたいな方法も含めていろいろ模索した結果の勉強法を今皆さんに分かりやすい形でなんとかまとめてご紹介するっていうのが今私がやっていることなんですが、まあ、こんなものもありましたあとはこちらですね、これご紹介したことありますが、私の勉強計画の立て方の、元になっているものです。これは何かと言いますと、私の勉強計画の立て方は動画見ていただければ、あと書籍見ていただくと分かると思うんですが、いくつかのステップに分かれていて、最初のステップっていうのが、やることを全部書き出すというものなんですね。で、やることを全部書き出すにあたって、参考書を使って勉強する場合、その参考書に正味何問の問題があるかとか、何ページあるのかっていうことが分からないと計画を組めないので、なので私は本当になんかこんな感じで全部の参考書について何問あるかみたいなことを書き出すという作業をまずやっていました。まあ、今思うとね、もうちょっとやり方あっただろうと思うんですけど、まあ、概念としてはこういうことは絶対やった方がいいと思います。で、ちょっと分かりやすいところで言うと、例えば世界史の論述問題の対策をしようと思った時に、ちょっと軽い論述の問題集みたいなのが、軽いって軽くもないかあったんですけど、それをじゃあ1日何問やるかって決めたかったんですね。で、その1回につき何問ぐらいみたいなセットが作れれば、この日とこの日とこの日に1セットずつやるみたいな計画が組めるわけですけど、ただその問題集の難しいところって、この問題は結構ヘビー、この問題は結構簡単みたいなものが、もちろんばらつきがあるじゃないですか。そうすると、じゃあ1日3問とかって決めちゃうと、重い問題3問の日は3時間かかるかもしれないし、でも軽い問題3問のセットの時は30分で終わるかもしれないし、ってなると計画を組むのが難しくなっちゃうんですよね。勉強時間どれぐらいかかるかなっていうのを考えないと、正確な計画って立てられなくて、計画どんどん崩れていってしまうんですけど、その時間を正確に見積もるためには、何分ぐらいかかるかっていうのをちゃんとこう標準化しないといけないって思ったんですよね。で、その時に論述問題で言うと、何文字で書きなさいみたいな問題集だったので、単純に考えて600文字で書きなさいっていう問題と、まあ、100文字で書きなさいっていう問題だったら、まあ、100文字の方が早く終わるだろうし、単純計算で6分の1ぐらいの速さで終わりそうですよね、っていう感じで、こんな感じでですね、
全ての問題について何文字かっていうのをここに書き出してたんです。で、自分が文字を書くスピードっていうのを計算してってか測ってですけど、単純に私の場合当時書く方だと15分で450文字ぐらい自分は書けるっていうのを平均して出したんですね。で、読む場合だとこれぐらいみたいな感じなんですけど、私全然論述問題最初できなかったので、最初はもう写経ぐらいの感じで答えを写して覚えていくみたいなことをしようと思ってたので、この単純に自分が何文字書くのに何分かかるかっていうのが必要だった感じです。で、それ全部書き出して、じゃあ1セットにするとこことこことここセットにすれば大体1セット同じぐらいの時間になるかなみたいなの組んで、でそれを丸1丸2とかって振って、この日は丸1のセット、この日は丸2のセットみたいな感じで計画を割り振っていったっていうのをしてました。なんかね、こういう地道なことをしないと、あの卓郎で東大に行くっていうのは結構なんだろう、厄介で東大ってその重箱の隅をつつく問題っていうのは全然出ないんですよね、実は。なんですけど、あの、まあ、本質的な理解をする力が求められたりとか、あとはあのとにかく評価科目が多くって勉強しないといけない量が膨大っていうのがあるので、ちょっとやっぱりね、こういうあのちまちましたことを先にやっておかないとなかなか範囲が終わらないみたいな感じだったので、まあ、もうちょっと効率いい方法あったかもしれませんが、こんなことをしてました。あの、より効率よくやっていただけるために、今私ミオリンスタディタイムという、ね、文房具で、あのフォーマット化したものをこうプロデュースしたりしているので、あのそういう商品も使っていただければと思うんですが、こんな苦労をね皆さんがしなくていいように、あの商品開発をしてるわけですけど、続いてこちらです。これもねお見せしたことありますが、これはもう勉強計画ですね。これ年間計画です。年間計画はあのもうね、なんでこんないっぱいあるんだっていうと、あのアップデートをしまくっていたからです。あの計画の動画で言っていますが、あの勉強計画っていうのは一度立てて終わりではありません。でもう崩れるのはダメだけど、ずれるのは OK です。で特に年間計画に関しては、一発で1年間のこと全部が分かるわけないので、もうざっくり組んで、ちょっとずれてきたり、ちょっと実情と違うなってなってきたら直していけば OK です。でこれが最初に作ったものなんですけど、これ3月に作ったものですね。もう合格になった直後に作った勉強計画です。簡単にご説明すると、こっちがまあ4月5月6月っていうあの月ですね。でこっちが教科科目になってます。でどういう参考書をやるかっていうのを矢印を引いてざっくり書いていたという感じです。水色の線はその月を区切ってるんですけど、この黄色の線とかピンクの線とかは模試を表してます。まあ、模試をやっぱペースメーカーにしていかないと、独学だとちょっとね、人と比べる手段がないので、一応そういう指標として入れていました。これが3月に作ったやつで、これがあと黒い文字で書いたのが6月に作ったやつで、ピンクで書いたのが7月の上旬に作った計画。で、青で書いたのが7月下旬に作った計画。みたいな感じで頻繁に、ね、アップデートしていて、こちらが8月に作ったもので、これがちょっといつかわかんないけど、多分10月とかだと思いますけど、最後作ったものですね。で本当の最後の最後はこんな感じで、なんかカードみたいな感じにして直前にやることっていうのを計画作ってました。持ち歩けるように、ね、してました。ちなみにこれ裏返すとですね、こんな感じのことが書いてあります。 I know I can get through thisオーディオか。あの、私は、これ、ね、文法合ってるかな私はこの苦難じゃないけど、大変なことを乗り越えられるってことを私は知ってるぞ、みたいな。あなたはやれるみたいなことを、あの、書いてました。稚拙な英語で。2010年2月18日だから、あの、東大受験のちょうど1週間前ですね、に書いてました。こんなこともね、して、なんとか自分を鼓舞していたような感じです。あとは、勉強計画系で言うと、こちらも勉強計画なんですけど、なんか料理してたんかって感じなんですけど、これはですね、毎日新聞さんからなんかもらった、親が出してきたものですけど、家にあった謎の家電と。こんな感じで毎月計画を立てておりました。これはデイリー計画ですね。あの、さっきのが年間計画で、これがデイリー計画。要は毎日何をやったらいいかっていうのが分かるようにしていました。あの、詳しくは計画術とかの動画にでお話ししてると思うんですけど、細かくこのテキストの何ページから何ページをやるみたいなのを毎日決めて、その今日何すればいいかなって迷っていたらもう本当に時間なくなってしまうので、この計画を細かく立てていました。だいたい、月の最後、月末の1日かけて計画を立てて、で翌月にその計画通りに勉強するっていう感じです。でちょっと補足すると、日曜日はほとんど入ってないと思うんですけど、まあ、これもね模試があったからっていうのもあるんですが、基本的に日曜日は空けていました。あの週に1日は調整日を作って、もうこれ絶対どれかずれちゃうので、できなかったものが絶対生じるので、それを日曜日に回収するっていう風にしていました。でそれでもずれちゃった分は月末に
もう一回組み直して翌月に持ち越すのかやめるのか、まあ、選択をするっていうことをしてました。あとはこれはですね、これ私のセンターとか今でいう共通テストですねの点数の記録表になってます。こんな感じで過去問かな、過去問じゃないか、模試かとか の、 記録、点数の記録をつけてます。大問ごとに点数を記録して間違えちゃった問題をちょっと軽くメモしといて、あ、こういう間違いの傾向あるなみたいなのを把握してました。他の科目もそうですね、こんな感じでいろいろ記録をしていました。ちょっとまだ資料がいろいろあるので、ちょっと今日はここまでにしたいと思います。またちょっと前編後編みたいになっちゃいますけど、続きは今度の動画でまたご紹介したいと思います。ちょっと中途半端なところで切れてしまって申し訳ないんですが、少しでもモチベーション上がってくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。